エアアジア X は、マレーシアの航空会社であり、中、長距離路線を運航しているエアアジアの関連会社である。フライアジアンエクスプレスの DHC-62006 年、マレーシア航空の経営再建のため、国内ローカル路線96路線がエアアジアに移管された。ボルネオ島のサラワク州及びサバ州のローカル路線の運航の再委託先として、 同年8月1日にフライアジアミエクスプレスが設立され約40路線が運行されていた。2007年4月11日、エアアジア CEO のトニー・フェルナンデスが同社の運行する路線をファイアフライへ移管させる提案をした。同年9月30日、フライアジアミエクスプレスはすべての路線の運行を終了した。翌10月1日より、 マレーシア航空が設立した子会社マスウィングスがすべての路線を引き継いだ。2007年10月、社名をアイラシア XSDNBHD へと変更した。名前の由来は日本の有名ロックバンド X ジャパンから取ったとエアアジア CEO のトニー・フェルナンデスが明かしている。 エアバス A330 から300エアバス A340 から3002007年1月5日、アイラシア X のブランド名で国際長距離路線に参入すると発表した。2007年8月、バージングループが20%の株式を取得。2008年2月、オリックスが10%の株式を取得した。 A340 型機体液以降は A330 シリーズのみで運行していて2018年以降2015年に発注した A330 ネオ A350 型機の導入予定。2007年11月2日、クアラルンプールからオーストラリアのゴールドコースト間に初就航した。2008年2月には中国の港州へ就航した。 2008年10月に新規機材が納入され、2008年11月からオーストラリアへの就航都市が増加した。アブダビ国際空港を中東地域のハブ空港都市、アブダビからはサウジアラビア、エジプト、ヨルダン、イランへ就航させる計画があった。しかし、2012年3月以降インド、ヨーロッパの税制や燃料費の高騰から、 ロンドン線等のヨーロッパ線や中東線を運休した。ヨーロッパではパリオルリー空港といったような主要空港と異なる空港に着陸して道に迷う顧客もいたが、セール時には破格の安さで売りであり、この炎とした雰囲気が特徴的な人気の高い路線であった。2010年12月9日からクアラルンプール、東京、羽田線に就航した。 2011年11月30日から、クアラルンプール大阪、関西線に就航した。2015年10月1日より新千歳線に就航した。2020年、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響で、全便の運行を停止。それに伴い急速に、財務状況が悪化し、債務再編計画の申請書を裁判所に提出した。 裁判所の許可があるまで、予約の変更や払い戻し手続きも停止した。エアバス A350 から9002018年、いずれもクアラルンプール発着。下記の都市に就航させる計画があるが欧州に、関しては欧州連合域内排出量取引制度の適用などにより、運航コストが上がることから2012年4月からの欧州便は運休中。また、 インドへの就航を積極的に進めていたが、ビザ規制などにより、低コスト運航が維持できないため2012年1月から3月の間に順次運休予定としていたが、その後やアジア本社の運航により、A320 を使って、マレーシアモルディブマレ船や、スリランカコロンボ船など、インド周辺諸国への新規就航は実現している。2012年以降は欧州。 東アジア方面への就航に力を入れたい方針を明らかにしている。2017年1月24日、アメリカへの就航許可をアメリカ連邦航空局から取得した。クアラルンプールから関西国際空港を経由し、異縁圏講師して、ホノルルへ同年6月28日から就航している。日本日本への就航は2008年末を予定していたが、 先延ばしとなっていた。2010年12月9日、エアアジア X は正式にクアラルンプール東京、羽田線を就航開始。就航記念として座席数限定で本体価格片道99リンギット5000円の航空券がインターネット販売された。2011年11月30日に大阪、関西、2014年3月17日に 名古屋、中部にそれぞれ就航開始。さらに、同年11月21日から東京、成田に就航開始。しかし名古屋、中部線は、利用客数が伸びなかったことなどを理由に2015年2月14日を、もって、東京、成田線は8月19日をもってそれぞれ運休となったが、2019年11月20日に、成田線に再就航予定。 2019年2月28日に福岡クアラルンプール線を週4便で就航。2017年6月28日から異変健康史し、クアラルンプール、関西、ホノレルに就航し、北米乗り入れも開始した。ありがとうございます。